ロレンソ・サンス・マンセイボは、スペインの実業家。幼少期はサッカーで GK をしていたが、その後は実業家に転身して大きな富を手にした。1995年から、レアル・マドリードの会長を務め、1960年代以来となる UEFA チャンピオンズリーグ優勝も果たした。しかし、クラブは財政的に圧迫を受けており、2000年の会長戦で、 フロレンティーノ・ペレスに敗北した。2005年にはイタリアのクラブパルマ FC の買収を試みたが、資金不足が露呈して、買収の契約を不履行にした。2006年7月にマラガシー F を買収した後、2010年にカタール王族であるシェイク・アブドゥラビン・ナッサル・アルタニに売却した。2009年11月11日、スペイン国外に 芸術作品を密輸出しようとした罪で逮捕されたとエルパイス氏が報じた。2020年3月17日、体調不良を訴えて入院した後、2019、新型コロナウイルスへの感染が判明し、集中治療室にて治療を受けていたが、3月21日に死去。76歳をつ。息子のフェルナンド・サンスは、レアル・マドリードや、 マラガ c F でプレーした元サッカー選手であり、ロレンソがマラガ c F のオーナーとなった際には、クラブの会長を務めた。また、義理の息子は、元スペイン代表のミチェル・サルガドである。ありがとうございます。